今日は1965年夏のある日、フランスのカンソンで、放送は隠居の藤田がいたします。もう私も来年はちょうど満80歳になりますので、私が生きている間にどんな声をしていたか残しておいて後世の人に聞かせておくこともまんざら無駄なことじゃないと思います。今日北斎や歌麿の声が残ってたらどんなでしょう。それは死を意識し始めていた藤田が残した遺言とも言うべき言葉でした。必ず絵には永久に生きてる魂があると思ってあります。最近私は私の声も声と同時に残しておきたいと思い出したのでございまして、私の絵もこの私の声も永久に残るように思っております。それではまたいつものいたずらをいたします。ここはフランス片田舎。トレーゾー見えたかな。はいはい、ただいますぐ開けますから。自分の声を後世に残すために藤田が選んだ方法は、自ら芝居を書き、自らすべての役を演じることでした。どなた様でございますか。またどちらから、またどんな御用でお越しになりましたか。舞台は藤田自身の家。訪ねてきたのは、さてはあの世からのお迎えでございましたか。その通りだ。おりゃ死神様だ。やっと上がりやがったの。しばらくお待ちくださりませ。もう少ししたいことが残っておりまする。おいとさん、未練がましいが、なんだと、まだ仕事がしたい。いい加減におさらばしたらどうだ。いえいえ、名声とか財布法とかいうものはもう私には興味も未練もございません。もう少し仕事をしてみたいのでござります。どれだけの力が私にあるかを一つまとめて試したいのでござりまする。この80年に戦火も逃れ、人の非暴にもめげず、こうやってここまで生きてきたことは何でござりましょう。全く天の神様のおかげだと信じております。その神様へお礼の気持ちで小さなお御堂を捧げたいのでござりまする。80歳を前にしてまだ書きたいと願う藤田。やがて死神はその願いを聞き入れ去っていきます。そんならあばよ、とっつぁん風邪なんかひくなよ。元気でいろよ。ご親切な死神様もあるもんだ。これでこのじいやも少し働けるかな。ああ、よかったよかった。やれ。